だろう。今回ばかりはどれだけ必死でやっても無駄なんだって。それは死神と残白刀の関係における根源であり根幹、絶対の摂理。ちゃんぼくの打った朝打ちを持たずして己の残白刀を目覚めさせた死神はただの一人もいやしねえ。だからあいつは知らなきゃならねえんだ、自分の魂の在りかをな。うちだ。おお、イチゴ、久しぶりじゃねえ。逃げやがったな、あの野郎。死にそうな顔してきやがって。親と喧嘩した女子高生か。イクミさん、ありが…あっつっ、あっつ。食え、温まるぞ。そんな何回も謝るぐらいならちゃんとバイト来い、ボケ。あんたを雇った時点で私はあんたの姉ちゃんの気分なんだ。もう誰もいない。もう大丈夫だから。あ、ちょっと、イチゴ、忘れ物。ソウルソサエティでのことは裏腹から聞いた。残白刀が折れたこともゼロ番隊が降りてきたこともな。俺が話してもいいって思う時まで待つってよ。今がその時だ。私は黒崎正樹、クインシーです。